ようこそ小石田農園へ。小さな石田純一、小石田純一です。トレンディ春ということでね、今日はですね、春の花、菜の花を収穫して食べたいと思います。おー、いいですね。いいでしょ。じゃあね、早速ね、菜の花をね、摘みに行きたいと思います。あ、これじゃないんですか。あ、これは雑草ですね。あ、そうなんですね。勝手に生えた、もう恐ろしい菜の花の化け物ですね。これは食べないですね。これは食べれる状況ではないですね。なるほど。これすごい咲いてるんですけど。すごいですね。はい、これじゃなく食用の。食用のは全然違います。もっとこじんまりしてるんで。なるほど。はい。行ってみましょうか。行ってきましょう。こちらが菜の花ですね。はあ、これなんですね。はい。やっぱさっきみたいに花咲いちゃったじゃないですか、あれ。うん、あれ花咲くとすごいえぐみとかが出てきて、ちょっと癖が強くなっちゃうんで、つぼみの段階、花開く前のを収穫するのがベストなんですよ。なるほど。はい。今日ね、これ収穫しようとして、父にね、菜の花収穫するよっつって言っておいたんですけど、この直前にいいの積まれちゃったんで。はい、こんな感じですね。でもこうやって、はいはい、ちょっともうちょっとで、あ、つぼみから出そうなぐらいがちょうどいい。よく見ますね、これね。はい、うん、でこれ収穫の仕方はもう手で、あ、手で、ね、手で、はい、15センチぐらいのも切っていきます。あ、これでいいですね。これでいいです。もうこういうのどんどん、これも切った後めっちゃあるじゃないですか。はいはいはい、そこからまたどんどん生えてくるんで、へ、切ってあげる。ほら、なんか可愛らしい。あら、花ありますね。花あるでしょ。小石田、花あるでしょ。あ、ほら、あら、菜の花のブーケ的な。まあ、こんぐらいでいっか。そうですね。これをおひたしにして食べたいと思います。はい、はい、それではやってきました、小石田キッチンスタジオ。今日もこちらのね、スタジオの方でこの菜の花を茹でて、おひたしにして、からし合いで召し上がりたいと思います。おお、はい、じゃあ早速レッツクッキングということで、まず洗いますね。はい。これがね、沸騰するのを待つっていう時間なんですけどね。菜の花の花言葉って知ってますか？お、いいですね。わかんないです。菜の花の花言葉は小さな幸せ。トレンディ、いいでしょう。茹でるのは何分くらいですか？小さな幸せ。あ、すいません。小石田が小さな幸せって言ってんだから、素敵でしょ。小幸せですね。小幸せ。じゃあ、あんま幸せじゃないみたいな。からし合いのやつ作ります。めんつゆ入れます。どんぐらい？一杯、二杯ぐらいいきますかね。手ぐらい入れて、からしですね。はい、これか、もう辛い。これ辛いかな。いいんじゃない。いいかも。あ、いいですか。うん。こちら花咲いてるんですけど、はい、これ今朝父が取ってこう置いといたら花が咲いちゃったんですよね。ああ、なるほど。はい、摘んでからもやっぱ今あったかいんで、摘んだ後に花咲いちゃうんですよ、結構時間経つと。だ、こっちもほっといたら咲いちゃうと思う。そうそう、これもほっといたら多分ね、心なしかす距離広くなってる気持ち。本当ですか？嘘です、嘘です。で、こっちになると茎とかえぐみ、味がえぐくなるらしいんです。なるほど。だからあんま売り物にはならなくて、こうなるともうスーパーとかには並ばない。なるほど。うち結構ストロングスタイルでやるんで出しちゃったりもするんですけど。まあ、それはえぐみが好きな方。はいはいはい。じゃ、ちょっと味がどう違うのかもちょっと比べてみたいと思います。なるほど。食べれるはもちろん食べれます、ね、食べれます、食べれます。はいはいはい。芸能人のお仕事ですね。どこがだよ。小さな幸せ。あら、花言葉。どこが小さな幸せだよ。じゃ、いきま
ますかね。来たね、塩。塩パラパラと、ね。もこみちスタイル。ありがとうございます。こっちでやっぱね、茎の方から入れる。こっちのね、鼻のところも。いいですね、やっぱ春、花が出てね。うん。緑と黄色でね。で、鍋が赤ですからね。鍋関係ねえよ。鍋がね、白くてね。あら。ピンクのセーターで。で、小麦色の肌。はい。で、青い空。青い空。白い雲。白い雲。そして。白い靴、はい、白いシャツ、はい、ピンクのニット、はい、どうも石田純一です。トレンディ。あれこんな似てなかったでしたっけ。言わないでください。これを一回水でしっかりこの水をね切ります。食べやすい大きさにカットします。あえる。はいはいはい。あえていきますね。からしの匂いが。菜の花のからし和え完成です。ブラボー。じゃあ早速食べたいと思います。まずね、このちょうど花が咲く直前のぐらいのちょうどいいやつ、いただきます。あ、うまっ。シャキシャキしてて、棒の味付けが濃すぎた感がありますね。ただもうちょいめんつゆ減らしててもよかったかも。この花、花えくみやっぱあんのかな。いただきます。あ、確かにえぐみがちょっとあるんですけど、うん、味付けがちょっと濃いめにしてあるんで、はいはいはい、あんま気にならない。あら、全然いい。むしろちょっと味もっと薄くしときゃよかった。花咲いても絶対美味しいんですね。じゃあね、美味しい。へえー、いいな。茎色のピードですか。まあ、青っぽい味、うん、いいじゃん。あ、これめっちゃお酒に合いますね。うまっ。ちょっとやっぱからしの辛さで、うん、お酒とか進みそう。いいですね、菜の花、春を感じる味。ボーノ。じゃあエンディングでいいですかね。じゃあそうですね。はい、今日はですね、はい、菜の花のからし合いを作りましたけれども、皆さんもぜひね、春の味覚楽しんでいただければと思います。皆さんも菜の花食べて小さな幸せ掴んでください。トレンディ、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。トレンディ。